ではそろそろ時間になりましたので再開をしたいと思います。では発表をさせていただきます。今回、紹介する論文は、Learning Depths of Moving People by Watching Close People ということで、Google リサーチの研究で、ベストペーパー、モーナブルメンションの、論文になります。で今回この論文、紹介しようと思ったモチベーションとしては、まあ、個人的にはちょっと勉強会取り分学習ということで、普段なかなか、触れないところの分野をちょっと勉強しないとまずいなという気持ちがあって、この勉強会をさせてもらいました。最近といってもここ数年こうディープラーニングとかで 3D 系の話だったり、画像と自然言語処理とかこういったマルチモーダル系とかいろいろ流行っていて、なんとなく面白そうだなと思いつつもちょっと自分は手を出せていなかったっていうのがあったり、最近別の学会のチュートリアルとかで 3D 系の話とか聞いて、興味が湧いていたというのが選んだ理由です。この論文、どういう研究かっていうことなんですけど、単眼のカメラから、カメラの映像から、デプス推定をしたい、入力が左側で、右側を出力したいっていうようなものになります。想定としてはカメラも、動いていて、カメラの中に映っている人物も動くっていう、想定になります。で、ちょっと、本当に簡単なものなんですけど、画像からの3次元の、計測方法、先ほどの右側のような、デプスの推定の方法っていうのを、簡単にまとめると、パッシブな方式っていうのとアクティブな方式、っていう、軸と三角測量に基づくっていうところと、同軸、計量に基づくっていう軸で、4つに分類されます。その中でも、アクティブな方式は、通常のカメラ以外にも何かしら、パターン光だったり、投影するような、仕組みが必要で、普通のカメラだけと比べると比較的コストが高くなるという問題があって、パッシブでできると、嬉しいというのがあると思います。で、今回その中の、左上の部分になります。で、パッシブな方式で、三角測量に基づく、デプス推定をしようと思うと、この絵の左側のように、静止している人に対して2箇所から撮影して三角測量の色で距離を計測するっていうことになるんですけども、今回は単眼のカメラでこれをやりたいので、カメラ1台で時刻 t の時の映像と時刻 t プラス1の映像でこういうことをやりたい。ただ、右にあるように対象の、撮影対象の人が今回動いてもいいというような、想定をしているんですけども、そうすると時刻 t プラス1の時には別の場所にいるので、時刻 t の時と t プラス1の時で、人の、映像に対して対応が取れないので、視点間で対応が取れないので、3次元の計測ができないという、問題があります。で既存の方式は、こういう問題が、こういう問題というか、こういうことがあるので、基本的には、対象は動きがない場面に、限定されています。でまた、2つの映像から推定する方法だから問題があるということで、じゃあ、RGBD で、キネクトのような、センサーで学習データを作って、でそこから、推定するっていう方法はできないのかっていう、こともあるんですけども、現状、RGBD のデータセットでカメラも人も両方動いているよという映像というのはないということでした。一部、ゲームの画面みたいな感じで、合成データっていうのはあるんですけども、
シーンが屋内に限定されていたり、リアルな、設定ではないので、そこで学習したデータが一般的に使えるかというとちょっと難しいというのが現状問題です。でじゃあ、まあデータセットがないならつければいいじゃないという話になるんですけども、カメラと映像中の人が動くシーンの正解データ、キネクトとか使って、作ろうとしても、こういったセンサーは屋内しか使えないという問題があったり、年齢、性別、ポーズとかいろんなバリエーションを集めようと思うとかなり大変で、面倒くさいなというのが現状です。で、唐突に、マネキンチャレンジっていうのが出てくるんですけども、皆さんこれご存知ですかね。自分はちょっとこの論文で初めて見てびっくりしたんですけども、その場に、映像中に映っている人は、一斉にマネキン人形のように静止して、その様子を動画で撮影するっていうようなバイラルインターネット動画っていうのが、なんか2016年頃にブームがあったらしく、YouTube に結構数千本とかのレベルでこういった動画が投稿されているというのがあります。で、これ使うと、さっき人が動いちゃうと、うまくいかない、対応が取れないって言ってたんですけども、人間も静止してるんで、これだったら、従来の方法で、デプスの推定は可能。そしたらこれ、学習データに使って、推論時だけ人が動いてもいいよっていう風な制約にして使えないかっていう風なことが考えられます。で、この著者らはこのデータを集めて、まずじゃあデータセットを作りましょうというところから始めました。でちょっとここ、本当に簡単な説明になってしまって申し訳ないんですけども、まずあの 3次元の、形状を推定するために、まず映像中のカメラの位置指定推定というのをやります。でここは、ORB スラム2というのと、ストラクチャーフローモーションリビジットという論文で、提案されている手法というのを組み合わせて、まずカメラの位置指定がどうなっているかというのを推定する。でそしてあのカメラの位置指定が、基地の状態で複数の、視点からの映像でデプスを推定すると。でここは、COLMAP っていう、オープンソースがあって、これが便利だっていうことで、これを使いましたというふうに書いてました。でちょっと本当はちょっとここも、きっちり説明をしておかないといけないかなと思ったんですが、ちょっと私も、状況が追いつかなくて、ちょっとまだ説明できるレベルにないです。ただ、幸いなことにですね、CV 勉強会でこのあたりの論文だとか、オープンソースの発表っていうのが過去にあったので、まあ、こちらのリンクの方とかを送っていただければ理解していただけるんじゃないかなと思います。ちょっと私もこれからちょっとこの辺を勉強させてもらおうかなと。で、まあ、とりあえず先ほどので、ひとまず別の、推定ができたんですけども、そのままだと結構誤りが多く含まれるということで、ちょっとフィルタリングが必要ですと。でここは、ちょっと、これも簡単に、既存手法のアウトライヤー除去手法を使いましたっていうのが書いてあって、ちょっとそこの部分まで追っかけられなくて、正確にここは把握できてないんですけども、間違えているっぽいところをちょっと除去するっていうようなのがあります。で、マルチビューステレオ、先ほどの、2番で求めた時の、推定結果と、あとは、運動したっていう、別の方法で同じようにデプス推定した時の誤差っていうのを考えて、これが大きい場合は、間違えている可能性が高いので除去しましょうというような形で、なるべく学習データに、間違いが入らないようにっていうのを、かなり気をつけている印象です。で、フィルタリングして、1枚の画像の中から有効ピクセルが、20フレーム未満の、20% 未満のフレームっていうのは、学習から除外、しましたとあります。で結構、マネキンチャレンジの映像の中にも、途中からもう普通に人を動き出しちゃってる、映像とかも含まれていたりするので、こういうのが必要です。であとはカメラの位置で推定したときに、歪みパラメータ、
カメラのタイプパラメータですね、歪みパラメータが、大きく、推定されているフレームっていうのも、除外しています。これはなんか魚眼カメラの映像が含まれてたりとか、そもそもカメラパラメータの推定に失敗している可能性が高いので除外しました。あとは、目視で、ざっと見て、これは全然ダメでしょうっていうのは、除外しましたとありました。で有効フレームが30フレーム以上あって、アスペクト比16対9の幅、1600ピクセル以上 の、映像シーケンスっていうのをだけを集めてデータセット化しました。これで、人も背景も静止しているような、学習データが作成できました。で、ここから、じゃあ、その学習データを使って、どうやって、デプスを推定する、ネットワークを、まあ、これも CNN を使うんですけども、考えるかっていうところで、まず単純なアプローチとして、RGB1 枚だけ入力して、直接デプスを、回帰で推定するというやり方が考えられます。まあ、これもありなんですけども、これだけだと、気化情報を活用できてなくて、せっかく単眼でこう、複数のフレーム、続いてデータが入ってきているので、その情報を活用できないのももったいない。で、提案手法では、運動者による推定結果っていうのを、まず、出して、その結果を、リファインするっていうような、方式にしています。背景の部分に関しては、推論時も動いていないっていう過程を持っているので、そのあたりは運動者による、推論で、ある程度精度よく推定できるでしょう。でただ、人の領域は学習データの方では止まっているんだけども、推論では動いているという、ことで状況が変わっているので、そのままだと推論に、失敗してしまうので、学習時は、そこ、人物領域っていうのは、マスクして、学習しましょう。で、人物領域の、デプスに関しては、マネキンチャレンジのデータセットから、ここだけはゼロから学習するっていうような、アプローチをとっています。で、そうした結果、入力、CNN に入力するものとしては、RGB の画像と、除外したい人物領域のマスクっていうのと、あと、運動者で求めた、背景部分の、まあ、まず、初期値のデプス。で、あとは、その各デプスの、推定のコンフィデンスっていうのと、あとオプションで、人物領域に対してはキーポイントの情報とかも付与してあげると、精度良くなるよというようなものがありました。で、ここ、人物領域のマスクとキーポイントどうやって取るのっていうところに関しては、マスク RCN につけばできます。あと残りは、人物領域以外の背景部分の、運動者による、デプスの、推定の初期値っていうところと、コンフィデンスどうやって立つかっていうところになります。で、マスク、デプスのところですけども、デプスフロム、モーションパララックスということで、ターゲットとなる入力フレームに対して近いフレームで、前後のフレームで2枚からオプティカルフローを計算して、オプティカルフローから、デプスを推定するという、方式があります。で、これは、こちら、オプティカルフローのところは、フローネット 2.0 というのがこう手法があって、まあ、これを使いましたというような、説明でした。あと、オプティカルフローベースの、推定したデプスの、信頼度っていうところとしては、2枚の画像を入力してオプティカルフローを推定するんですけども、その、それのレフトライトコンシステンシーっていうところで、片方の画像からオプティカルフローをたどって、相手側の画素に行って、相手側の画素から、逆向きにまたオプティカルフローをたどって、元の場所に戻ってくるかどうかっていうような、ところの、値で、同じところに戻ってくれば、信頼度1で、全然違うところに、距離が離れたところに入っていくほど、信頼度が0になるっていうような、値というところと、あとはエピポーラ法則に、従っているかどうかっていうのを適合度で、
の重みというところと、あと最後舌が小さいピクセルというのは、信頼度が低くするというところの、この3つの、信頼度のパラメータを掛け合わせたものを、全体のコンフィデンスとして利用しています。でこれが、この、信頼度が 0.25 以下になったところは、まあ、使わない方がいいでしょうということで、除外します。で、これで入力の方が、揃って、あとロスをどうするか、学習時のロスをどうするかというところで、ここは、新知の事情誤差に加えて、まあ、あと L1 誤差というのと、平滑加工というのを加えて、L1 誤差の項を入れることで、シャープさをキープするというところと、平滑加工で滑らかにするというのを考慮した。こういう形で、理屈を追求するシーンの学習します。まあ、あと評価になるんですけども、評価対象としては、今回自分たちが集めたマネキンチャレンジのデータセットというところと、あと、新知の正解のある TUMRGB データセットというところと、あと YouTube とかから集めた、その他一般的な、映像っていうのにも、まあ、反射性能みたいなのを確かめるために、適用できるかっていうのを評価しています。で、評価に関しては、定性評価として見た目の、綺麗さ、デプスがちゃんと出てそうだねっていう、見た目のところと、真実の誤差で、定量評価するっていう2つをやっています。で、マネキンチャレンジのデータセットの、定性評価です。一番上が、入力画像で、2段目の量が、マルチビューステレオで求めた、まあ、今回真実として使った、デプスの値です。で、3段目が、最初に単純なアプローチっていうところで言った画像 RGB1 枚だけ入れて直接推定、する方式で出てきた時の、出力。で、4段目が、先ほど説明したような運動下による方式をデプスをリファインするようなアプローチでやったときの、結果になります。で、この結果で言うと、RGB1 枚だけでも割と、デプスがそこそこ取れてるというのはあるんですけど、分かりやすいところで言うと、例えば、左から2列目の一番下のところとかは、複数フレーム使うことで、精度が手続く、推定できていて、提案方式が、うまく機能しているんじゃないかっていう、結果です。で、これ定量的に数字で、評価すると、これは、正解の真実との場合、異常誤差を、使っているんですけども、画像ちょっと今回5パターンに分けていて、まあ、画像全体を、均等に扱う、まあ、画像全体の平均誤差っていうところと、背景部分の人物以外の領域だけに着目した、誤差っていうのと、人物領域内に着目した誤差で、人物領域に関しても、オプティカルフローを計算するときに、2枚その入力に使った2枚の両方ともが、人物領域の内部に入っているっていう画素と、片方は、背景で片方のフレームは人物領域みたいな、こう人物の周辺領域みたいな、まあ、一応5つに分けて、どういうところで有効かっていうのを見ています。で、一番上が、RGB のみのところで、で3段目の、3行目のRGB プラス、運動したベースのデプスを入れた方式のこの今赤いライン引いてあるところの2つで、大きく、誤差が改善していて、電話手法の有効性が、数字的にも見えています。でこれ、オプティカルフローから、運動したでデプスを推定するっていうところで、まあ、オプティカルフローだけ入れたらいいんじゃないのみたいな。議論もあったようで、それも試してみましたというのが2行目になるんですけども、こちらは1行目と2行目ほぼ精度は変わっていなくて、オプティカルフローを入れるだけだと全然機能しないということです。で、あとは、信頼度とか、人物のキーポイントとか情報を出していくと、どんどん精度は上がっていきますね、という感じです。で次にもう1個の、データセット。こちらは、既存の
セットオブジャートに他の手法と比較したときの結果で、左から3つ目が、グランドトゥルースで、4つ目が、画像1枚だけで推定する方式で、5つ目が画像2枚使って推定する方式で、その隣が、提案手法の RGB だけの場合、一番最後右側が、全部加えた場合っていうところになります。基本的に、画像1枚だけで推定する既存手法は、結構この辺りとか、見て分かっていただけると思うんですけど、結構、ぼやけて、全体的に曖昧な感じで、デプスが出てしまっています。で、2枚使うところの方式は体のその体の一部分は、きれいに出てるんですけども、この例だと手前画像の下側の足の部分とかが全然取れていないっていうようなここですね、状況です。それに対して、提案手法の、2枚画像を使って、運動したから、得られたデプスをリファインするっていう方式だと、比較的きれいに取れていて、提案手法の方が、いい感じにできているでしょうということです。で、こちら、さっきの、このデータセットに関しても同じように定量的に評価をしてみました。で、ここで着目すべきところは、提案手法の、RGB だけ使った手法っていうのが、もうすでに、既存手法の、上段の、既存手法の数値よりも、提案手法の RGB だけ使った手法の方が誤差が小さくて、だいぶ改善されていると。これはもうこの部分に関してはもう本当にマネキンチャレンジデータセットがすごいっていうところの話になるかと思います。でそこからさらに、いろいろ情報を加えていくと一番下の行になって、さらに改善するといったような結果。で、あとは、これも、まあ、同じような結果ではあるんですけども、YouTube とかから、取ってきたデータセットに関しても、要は、学習データに含まれていない、学習データとはまた違うソースのデータに対してうまくいくのかっていうところの評価なんですけども、既存の手法に関しては、結構曖昧でもうボケた感じの、結果しか得られてないのが、提案手法はきれいに取れます。言っています。でこれも、時系列で見てもあるフレームではきれいに取れていても、チラチラしてこう安定しなかったりするっていうような、結果があるんですけども、提案手法は、安定して毎フレームきれいに取れてるんじゃないかという形です。であと、これじゃあこれができると何が嬉しいんだっていうところで、映像編集への応用っていうので、距離に応じて特定の距離の部分だけフォーカスを合わせる、で残りの部分は後からぼかすみたいな、画像編集。これちょうど歩いているこの人に今、はい、フォーカスを合わせていて、はい、それ以外の部分はぼかしたりとかっていうのをやってるんですけども、こういった映像編集にも、応用できますね。あと最後に、まあ、この手法もすごいんですけど、まだリミテーションいろいろあって、画像全体にどう物体が多いシーンへの適用っていうのは難しいです。これカメラ位置、の指定、カメラ位置指定で推定するときに、なんてオプティマルフローかな、カメラ位置か、最初のところか、で推定、するときに、動いている物体が多いと対応が取れなくなっちゃうんで、できません。であと今、動いていいのは人だけで、それ以外は、部分に関しては相変わらず動いていないという、制約が入っているので、人以外に車とか、その他に影とか、動く物体が入ってくると間違いやすいです。でこれ左の、ところは左の、列の右下のところに車が映っているんですけども、そこのデプスがうまく取れてなかったりとか、真ん中の列は、影の部分が、明らかに間違ったような形で出ている。
というのがあります、ね。あと、人物に関しても、どういうところにいる、人の腕とか細い部分っていうのは、どうしてもボケてしまうというのがあります。ということでした。まとめですけど、CVPR のベストペーパーをラグメンションの論文を紹介しました。この、論文のコントリビューションとしては、マネキンチャレンジの映像っていうのから、デプス推定用の学習データを作りました。で、カメラと人物の両方が動くシーンで、単眼のデプス、単眼カメラのデプス推定っていうのを実現しました。で、個人的にも、多分これ、オーナブルメンションに選ばれた理由でもあると思うんですけども、データセットの特性に合わせて、うまく既存の手法を組み合わせて、問題を解決しているっていうところが、面白いかなと思いました。以上です。どうもありがとうございました。では質問があるのでお願いします。ありがとうございます。ちょっと薄くなってはわからないんですけど、はい、これ入力で2フレーム入れてますので、はい、そうするとターゲット入れてると思うんですけど、はい、2フレームって連続するフレームですか？ごめんなさい、ちょっとこう説明が、ちゃんとしていなくても申し訳ないんですけども、連続していなくてもよくて、よくてというか、ある程度カメラの移動があって、かつ太陽点の撮れる2枚を入れるのが理想で、なんだっけ、カメラの、中心座標の距離っていう指標と、2つの2倍の画像で対応取れる領域が多いっていう2つの指標の、合わせて、その掛け合わせで一番、いい画像を選んで、違う部分を分けなしているというふうに見てました。あ、なるほど。だから、インファレンスの時も SNM はやってるってことです。各カメラのウェブカメラを出した上で、いい感じに離れている2枚を選んでる。そうですね。いい感じに2枚を離れたやつを選んでると書いてあったので、そういうことですかね。なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、他に質問のある方。ちょっと私の理解が曖昧なところがあるんですけど、その学習時は、そのマネキンチャレンジのデータ使って全部学習すると。推論時は、その1回人の部分をマスクをかけて、推論した後、その人の部分に関しては、その、マネキンチャレンジで学習した、そのやり方でそのまま推論するみたいな感じですか？推論の時は、また説明が、自分の説明が分かったり、推論の時は、もうこれを入力にして、ここから出てきた、結果がもう、そのまま出力になるんですね。そうすると、その時ってこう、人の部分がマスクされちゃってる。これって人の部分をマスクしてるっていうのは、こっちの、運動下で求めたやつの、この部分は、当てにならないよっていう意味のガイドとして使っているだけで、学習データの方は、学習にはこっちの、人の領域っていうのはちゃんと真知がついているので、何もない、無の状態から頑張って、この人って大体こんな感じのデプスだよねっていうのを、こいつが学習してくれる。あ、じゃあそれ以外の背景に関しては、はい、ある程度、の精度で出てる情報があるんで、それがうまくいってるんであれば、こいつは何もしなくて、素通りさせるような感じの、このマスクされたデプスのこの結果素通りさせるような、ことを学習してくれているっていうことかな。まずマスクした領域に関しては、1回推論から除くは正しい。推論から除くわけではない。ない学習時にここのマスクされた、要はこの黒い、ここの部分の情報っていうのは、こいつの、初期値の方なんだ。デプスの情報は当てにならないよ。あ、じゃあ、コンフィデンスが低いって情報をうまいことこう渡して結局は学習してて、あとはここで背景の部分とかは、これの精度がいいんであれば、こいつは何もしなくて素通りすればいいんだけど、この部分に関しては何の情報もないので、自力で頑張ってこの部分をこういう出力になるようにいい感じに学習してねっていう。それはこれは
でそういうふうに出力するように学習されるんで、はい、出力結果としては、こんな感じの出力になるっていうことですね。なるほど。ありがとうございます。はい、他にある方。では、次の発表者に移りたいと思います。どうもありがとうございました。はい、あれ？サイズが？画面サイズは何ですか？あ、安定しました。あれ？それはこれ僕は適当ですけど、ああ、なるほど。それじゃあ、C じゃないよ、これです。なんかサンダーボルト、サンダーボルトの、また、どなたか。サンダーボルトから HDMI に関する何か。サンダーボルトですね。ちょっと HDMI は付けられない。USB 式でも。そうですね。すいません。どなたか、Mac の、サンダーボルトですね。ディスプレイのやつです。でから、HDMI に変換するアダプターを持っている方はいらっしゃいませんか？違いか。どなたか PC とか。あ、PC 試してみてもらう。あ、すいません、ありがとうございます。使えないかもしれない。そうですね、あるいは。さっきのと同じですね。あ、さっきの同じミニディスプレイフォーク。ミニディスプレイフォークって言ってます。すいません。すいません。ここら辺のバリエーションを考えて、すべてを HDMI で進ませるという。C は、まあ、C はそうです。BGA の対応になります。素晴らしい。ありがとうございます。
ません、お待たせしました。ご覧のタイトルで発表を始めたいと思いますが、バリエーショナルインフォメーションディストレーションフォーナレッジトランスということで、がタイトルです。あれ、僕も今日何人かそう、4月から社会人みたいな人いて、僕も4月から社会人になりまして、ちょっとシンパシーを感じております。で、この論文にした理由としては、興味っていうのが、学生、修士の時にやっていた内容としては、転移学習とか、興味があった内容としては、転移学習とか、表現学習とか、今日も他に発表ありましたけど、こういったところに興味があると。で、CVPR だと、実際今日の話いただいたところもそうだと思うんですけど、ビジュアル的にすごいセンセーショナルな内容が多いとは思うんですけど、その中でちょっと理論的になんでうまくいくのかなみたいな話がある方が、僕は好きかなっていうところで選んでます。で、ということで、そのタイトルの論文のサブミット、アクセプテルペーパーの中から、このご覧のリプレゼンテーションとかトランスファーみたいな単語を含まれている論文を選んから、選んだというわけですね。で、内容としては、ご覧の内容で、相互情報量とか書いてあったんですけど、相互情報量ってなんだっけなみたいな。で、あと、ちらっと見た限り、理論的な話もありそうかな。で、一番下に関してはそんな大事な話ではないんですけど、Amazon のインターンの内容なんだぜみたいなことが論文に書いてありました。で、先に論文の概要っていうのを話しすると、ディステーションっていうのは直訳すると上流っていう話で、で上流っていうのは何がやりたいかっていうと、まずしっかり学習してある大きい教師のネットワークがあります。それこそ、イメージネットで学習した CDR ネットみたいなの教師ネットワークとして、その計算っていうのを真似するように生徒ネットワーク、この生徒ネットワークをうまく得るっていうのが目標になります。で、これ転移学習っていうところはに関してはちょっと定義が曖昧であるかと思うんですけれども、僕の見解としてはこの上流っていうのも転移学習の枠組みのうちの一つと言えるんじゃないかなというふうに思います。で、そういうことが何ができるか、そういうことでどういうふうに嬉しいかっていうと、生徒ネットワーク、論文だとスチューデントモデルとかスチューデントネットワークとか書いてあったりするんですけど、それが小さい方に教師ネットワークのでっかいモデルを、上流させてあげられると、小さいしモデルらしくなっていいよねみたいな。で、転移学習っていう側面から見てみると、その上流するときに、サンプルサイズが小さいデータセットで学習しても、うまく精度が出せるんなら、それも嬉しいよねっていうようなモチベーションが話されています。で、先に論文の貢献をちょっと文字ベースなので見づらいかと思うんですけど、お話しすると、上流っていうのやり方もいろいろあるよねっていうふうに言われてまして、で、一番簡単なやり方の一つとしては、二乗誤差でやるっていうのが、すごい簡単なんですけど、これやってるのって、実は相互情報量の最大化、相互情報量ベースの最適化なんだぜっていうのを見出したと。で、実験で、精度良くなってますよねっていうのと、で、あとその実験の中の一つなんですけれども、教師ネットワークを CNN にして、生徒ネットワークを ML、マルチレイヤーパーセプトロンにした時とかの、モデルの構造が結構違う時の上流もできたよっていうのが、貢献っていうのです。で、こんな流れでお話ししていきます。で、先ほどお話しした通り、まず上流の流れっていうのを先にざっくりお話したいと思います。はい。で、一番右の図の緑の方が教師ネットワークで、黄色い方が、生徒ネットワークっていうふうにご覧ください。で、なんとなく層が少なくて、教師ネットワークの方が表現力小さそうだなっていうのが分かっていただければと思います。で、学習時にはそれぞれ、教師ネットワークの方は学習済みとして2つのモデルに同じ画像を入れて、ロジットを出します。で、このロジットで二乗誤差なり、別の損失関数を測って、で、ここが近くなるように右の黄色い方の生徒ネットワークを学習するっていうのが、大枠の学習の仕組みになります。で、なので、生徒ネットワークで教師のネットを関数として近似したいっていうのがやりたいことなんですね。
で、まあ、この先ほどもお話ししたんですけど、この論文のモチベーションとしては、まあ、この出力の誤差の二乗誤差って学習としてどういう意味を持つんですかねっていうところのお話になります。で、デア賞の導入なんですけれども、まず目標としては、先ほどもした通り、生徒ネットワークで、教師のネットを禁止したいというところで、というところです。で、メインアイデアとして、情報、ちょっと読んでるだけになっちゃうんですけど、情報理論的には、文字流は総合情報量の最大化ですよ。最大化というふうに捉えられるんじゃないっていうような、流れでお話を進めて、論文の中でお話を進めて、総合情報量って何だっけなっていうと、まあ、エントロピーの差分ですね。下に、式が出ていると思います。まあ、そんなに難しくはない式だと思うんですけど、まあ、この ITS っていうのが、T がティーチャーで S がステートですね。で、インフォメーション、I っていうのが、ミューチャルインフォメーション、まあ、総合情報です。っていうのは、T、教師ネットワークの中の出力のエントロピー引く、ステューデント S で条件付けた時の T の条件付きエントロピーのこの差分です。まあ、これがそもそも総合情報量の式ってやつですね。はい、で、論文の目標として、この総合情報量が最大化すればいいんじゃないっていうふうに言っているので、じゃあそれがどういうことかっていうと、まあ、この ITS が大きくなる。っていうことは、つまり S が分かることによって T の振る舞いがどれくらい分かるかっていうような話になるわけです。で、これが大きくなると、まあ、なんとなくスチューデントがティーチャーと同じ動きをしてくれてるっていう風な話になります。っていうのがまあ論文の大きな流れで、じゃあ目的関数としては下に書いてあるように、まあ、そもそもの上流先のタスク、まあ、だいたい分類とかですね。分類っていうのはこの LS になっていて、で、まあ、引くってなってるのは最大化とひっくり返して最小化にしてるだけなんで、でこれに対して、ミューチャルインフォメーションを学習するとやったぜっていう流れになってます。で、それで終わりかっていうと、まあ、なかなかそううまく、まあ、それで終わると、まあ、つまらんよねっていうことで、その続きがあって、まあ、これ総合情報量直接計算するの難しいんですよね。で、じゃあなんで、じゃあそれをどうやって学習するのかっていうところで出てくるのが、この論文のタイトルにもあったなんかバリエーショナル、まあ、変分加減をどうたらこうたらっていう流れ。で、大事なのはこのカッコ3って書いてある式のところで、まあ、こう式変形、この総合情報量っていうのをガチャガチャってことなんですけど、変形していくと、まあ、この式3番が得られるんですね。まあ、この式3番が得られて、で、まあ、T、そもそもの T のエントロピーっていうのは、まあ、別にスチューデントの学習には関係ないんで、これを無視すると、まあ、このログ Q、ギブン T の S、ギブン S の T ですね、が、を、まあ、適当に下に書いてあるんですけど、適当に Q 疑問 S の T っていうのをモデル化して、これを小さくすればいいでしょうというような流れ。で、この仕組みをこの論文では、VID、Variational Information Distillation というふうにお話ししています。で、じゃあ実際にどうやって学習するっていう話に移っていきます。まあ、じゃあこの条件付き分布、疑問 S の QT っていうのを設計します。この論文では、まあ、正規分布でしょっていうふうに言ってます。まあ、ここで正規分布を選ぶっていうところが、まあ、二乗誤差とのつながりに回ってきます。っていうのはもうこの下の式にちょっと出ちゃってるんですけど、まず正規分布なので平均と分散を考えます。平均っていうのは S、まあ、スチューデントのどっかの出力に依存して決まる関数。で、これは適当にニューラルネットワークでモデル化します。で、分散っていうのは、これとは別にパラメータライズします。で、結果として、この式5番とその下出てきているような、まあ、これ、サメーションがいっぱい出てきてるんですけど、これは単純に、特徴量の空間方向2つとチャンネル方向で全部相和するよってだけなので、まあ、そんなに気にするところではないと思います。で、最終的に、まあ、プラス、真ん中の式の真ん中辺ですね。この教師の T 引く、ニューラルネットワーク μ をかました S のこの2乗の差でが、損失関数になると。
というふうな流れになります。なのでアルゴリズムとしては、教師と生徒のネットワークで、全部中間層があると思うんですけど、それぞれ目的等にこの中間層を上流しますっていうのを先に決めてあげて、でそこに関してそれぞれ、ニューラルネットワークで正規分布の平均を計算して、でこの真ん中の式にあるようにさっきの、これを全部計算して、これを各層ごとに計算してその質関数として学習するっていう流れになります。でこのさっきの平均を計算する μ っていうところが、ニューラルネットワークで適当に関数作ってねっていうことなので、中間層のサイズ、この S と T、スチューデントの中間層とティーチャーの中間層の次元が違っていても上流できるぜ、そこが柔軟になったよねっていうのも論文の貢献っていうふうに言ってます。でじゃあ既存の章とどう違う、どういうふうに関連してるんでしたっけっていう話としては、既存の章だとそもそも、じゃあ上から説明していくと、まずこのバー&カルアナさん2014年っていうのはロジットなので、一番出力に近いところの二乗誤差で上流してましたと。で2番目のリー&ホイ、ホイエムさんなんですかね、2017年の論文では、教師のロジットなのでほとんど最後ですね、と制度の最後から2番目、最後から2番目なんで、最後はどんなサイズでもいいと、どんなそのクラス分類タスクでもいいっていうふうな流れで、S、この μS には線形変換を行って、で二乗誤差を測ると。で、この一番下のロメオさんたちの2014年は、中間層で二乗誤差を施設をやってたっていうようなふうに言ってて、この辺の二乗誤差ベースのは全部、この今回の論文ね、のケースに内包されてますよっていうふうに言ってます。以上がアルゴリズムの流れで、なんかこれでうまくいきそうですっていうふうなことをお話ししてました。で、先にパッと見で、視覚的に分かりやすい結果として、どうなるのかっていうのをお見せするのがこちらになります。見方としては、左から入力画像。あれこれ何を見せているかっていうと、QTS、条件付き分布ですね。これをうまく推定できてほしいです。うまく推定できてほしい。で、この色っていうのが何に対応しているかっていうと、この確率が大きいところ。なので、ざっくり言えば、生徒が教師とうまく同じ動きをできているところですね。で、色の見方としては、赤とか黄色とかほど、同じ動きができていて、左から入力画像と、そこから2列目、3列目、4列目が上流していく過程となっています。で、4列目では結構、黄色とか赤の領域が大きくなっている。で、5列目は上流を行わなかった時のこの分布になっていて、例えば4列目と5列目とかで見比べると、やっぱ上流した方が教師の動きには近い推論ができていそうですよねっていうような理解になるかと思います。で、一番右は何かっていうと、これは教師の中間層の出力になっていまして、で、黒いところが0なんですね。で、この0っていうのは当てやすいので、左、この真ん中の可視化して色つけているところでは、すごい真っ赤になっていて、ゼロなんて当てやすいっていう話ですね。言いたいこととしては、提案する手法によって、うまく教師のネットワークと同じ特徴抽出ができていそうっていうようなことになります。ということで、実験に移ります。実験結果としては、大体全部良かったよっていう話なんですけど、一つ一つ説明していくと、こちらは、上流時のデータの量を変えた場合ですね。で、こちらと CIFAR10 で学習してます。で、CIFAR10 もともと結構クラスごとにサンプルサイズあると思うんですけど、上流するときにちょっとそれを少なくしていく。
まあ、その時にも、この青枠で囲っているように既存手話に比べて上流時のデータが少なくなっても精度落ちづらいですよというような実験ですね。で2番目はこちら生徒ネットの大きさを変えた場合です。まあ、上に D と W っていうのがあると思うんですけど、これが、デプスとビデス、ネットワークの深さと幅を小さくしていったときにどうなるかっていうのに関しても、まあ、うまくいったぜっていう結果ですね。こちらは、異なるデータ感。こちらでは、親のネットワークはイメージネットで学習済みで、生徒のネットワークは、それより小さい、それとは別のデータセット。で今回、このスライドでは MIT67 っていう、まあ、インドアシーンレコグニションのデータセットを使ってるんですけど、もう一個、なんかバードスピーシーズだったかな、小さい鳥の種類を当てるデータセットっていうのを実験していて、で上流先のデータセットの特性としては、サンプルサイズが結構少ないデータセットに上流を使って上流したときに、まあ、どうなりますかねっていう。実験なんですけど、まあ、その時も、まあ、お分かりが起こったように結構いい精度が出るというふうになっています。一つ、まあ、これも実験なんですけど、まあ、注目するところとしてはこれでは CNN からパソパーセプトロンに上流しています。でこの提案した内容では、まあ、トランスポーズドコンプ、GAN でいう入力の乱数のベクトルから天地コンブによって画像を作っていくようなと同じ流れで、まあ、次元を合わせることができると。なのでこれを使って上流した結果としては、まあ、すごいこれでもいい結果が出ていて、でこの下のリンさんたちの章がオートエンコーダーのプレトレーニングのを使っていて、もともと仮想パーセプトロンでのC4-10 のステートをやったらしいんですけど、これを上回ったというふうに言っています。結構駆け足で喋っちゃったんですけど、以上が流れ、この論文のお話になります。で、まとめとしては、この上流っていうのを相互情報量の最大化として考えました。で、貢献としては、この相互情報量、変分加減に基づく学習スキームを提案しました。で、この条件付き分布のところをニューラルネットワークでモデル化しているのですごい柔軟かつ、まあ、実験結果としては高精度な上流が可能になりました。でこの総合情報量最大化っていうのは地上動作の 最適化と同じなんですよっていうことを示しましたというふうなお話になります。以上で私はでは終わりです。はい、それでは質問のある方お願いいたします。ありがとうございます。なんていうかな、要するに最終的に、やった内容としては最終層の人の部分に関して、ロス関数を、変えたっていうところなんですかね。ロジットではなく全然なくてよくて、まあ、もちろんロジット使ってもいいんですけど、この右の図ですね、中間層を、論文では4つ選んできて、親のネットワークとこのネットワークからそれぞれ4つ選んできて、そこを合わさるように学習するっていうのがあります。その場合、親のネットワークとこのネットワークのチャンネルサイズとか、画像の大きさのサイズっていうのは合わせない。そうですね。そこのところをニューラルネットワークで、変えられるので、違ってても大丈夫っていうのがある。あ、そこはちょっと分からなかったんで、はい、ちょっともう一回ちょっと教えてもらっていいですか。このニューラルネットワーク変えれるっていうのは、親とこのサイズがちっちゃくても、なんか1回変換かましてっていう形ですか。1回とは言ってないです。確か論文では、ここは、この μs を計算するところのネットワークの詳細ちょっと忘れちゃったんですけど、確か 1×1 コンボを何回かやってとかだった気がしますね。で、空間方向に、空間方向をまあ変えられるので、まあ、変えてうまく合わせていきますね。なるほど。まあ、空間方向、もしそこが 1×1 コンボだったら、まあ、マックスプリンみたいなやつで、それまでちっちゃくすることも可能かもしれません。あ、わかりました。ありがとうございます。
非常にありがとうございます。面白かったです。ちょっとごめんなさい、素人なんで、先ほどの実感な質問してたら申し訳ないです。自浄誤差って最初からその正規分布、自浄誤差の話と正規分布の話っていうところをされてたと思うんですけど、もともとなんか誤差が正規分布仮定したら、それの最優推定解が自浄誤差になるみたいな話でよく知られてるんですけど、まあ、それとちょっと結びつけて考えてみたんですけど、今回仮定で、仮定として正規分布がで表されますよって言った時点で結構自浄誤差が一番いい解になるという結構致命かなと思ったんですけども、これで正規分布っていう仮定ってどれだけ自然なんですか、それとも本当は正規分布じゃないけどなんとなく正規分布にしたぐらいなのか、それともそこが正規分布で表されますよっていうのは結構ちゃんとしたモデルかなんですかというところをちょっと知りたいです。そうですね、そこに関しては結構この自浄誤差っていうのとの関連性にを意識して正規分布っていうのをやってる感はありますね。で、まあ、正規分布で本当にいいのかっていうところに関しては、もうちょっと、まあ、実験でよかったから、まあ、あながちダメでもないのかなっていう理解ではあります、ね。ありがとうございます。他に質問もある方。それではないようですね。どうも。ありがとうございました。では最後の発表者。ありがとうございます。こちら決めていですかね。はい、じゃあ発表させていただきます。タイトルは言ってなかったんですけど、後で見えるんで見てください。私、尾形と言います。アベジャという会社にいます。はい、で僕もですね、CVTR に、行ってきまして、まあなんかすごい人が多かったなっていう感想で、まあ最終的にはまあフューショットをですね、まあセルフスーパーバイズの患者アダプションしてグラフォームするドメインアダプションステーションの提案っていうのがまあ大多数だったなっていうありますっていう、はい。でまあ僕のまあ CVPR2019 っていうところでですね、まあ僕の会社でですね、一応こうスポンサーまあ結構前から出してて、で今年はですね、なんかちょっと一応ブースみたいなの出していてですね、海外展開みたいなのをやってきましたっていう気持ちがあったりですね、まああとは基本的にはですね、ビールを飲んだりまあ飯を食ったりというような感じですね。まあ、僕の CVPR はほとんどブースとドリンクとフードで、まあプラスペーパーがついてきたみたいな感じの発表です。でまあね、あの今回発表でクソコラがあんまり思い浮かばなかったんですね。自分の顔クソコラなんですけど、まあね、これなんかこう格言みたいなんでね、有名なやつあるじゃないですか。なんですけど、まあね、こうあのカンファレンスにね、一番重要なイベントの一つとして飲み会があるというふうに誰かが言ってたというような感じで、まあそんなこともないんですけどねっていう感じですね。まあ一応こうね、緑はいっぱいありましたというところであるんですけれども、で今回まあちょっとどれがいいのかっていろいろちょっとこうオーラルしかほとんど聞いてないんですけど、オーラル見てですね、気になった論文10選みたいなのをやろうと思ってピックアップしたんですね。でピックアップしたんですけど、まあ実際上の2つしか読んでないっていうので、自分である気になった論文2選にプラスアルファっていう感じでですね、紹介させていただきたいというふうに思います。はい、でですね、まあ、今回選んだ論文後付けですけれども、まあ、僕たちですね、一応こうプロダクトを作っていて、その中の一つにですね、まあ、機械学習のアノテーションをするっていうプロダクトがありまして、まあ、いくつかテンプレートとかを設置して、まあ、あのデータを集めるっていうことができるようにっていうところをやっています。で、あのまあ機械学習を活用してですね、まあ、みんなハピネス社会をですね、目指していきたいわけなんですね。でまあ、そのハッピネス社会を目指すためには結構大量のアノテーションをしたりとかしないといけないんですけど、それもきついので、まあ、それをどうにかするためにですね、2つの道がある。
で、一つ目はですね、まあ、こういうふうにみんな頑張ってるんですけれども、まあ、コンピューターにですね、助けてもらうと、まあ、AI がサポートしてくれる社会っていうのが、まあ、一つですね、ハピネスの一つとしてある。でもう一つはですね、まあ、そもそも働きたくないでござるっていうですね、まあ、皆さんの気持ちがあると思うんですね。で、まあ、これを活用するためにはどんな、これを実現するためにはどんな技術が必要かっていうと、まあ、例えば左の方だとアクティブラーニングとかインタラクティブホギャホギャとかヒューマンインザループとかそういうなんかこう、まあ、機械が助けてくれそうなワードの研究。で、まあ、で左側の方は、まあ、アンスーパーバイズとかセルフスーパーバイズとかタスクアグノスティックウンチャカとか、まあ、そういうなんか最近流行りの言葉のやつがある。で、まあ、こういったものの論文を、10個くらい紹介しようと思ったけど、2個紹介しますっていうところが、今回の発表になります。で、1つ目がですね、まあ、ラーニングロスフォーアクティブラーニングっていうところでですね、もうすでにアクティブラーニングって書いてあるので、アクティブラーニングは、あれですね、論文ですね。はい、っていうことになります。で、1つ目の論文なんですけど、どんな論文かっていうとですね、まあ、実際なんかその、機械学習するとロスを、計算してバックプロパゲーションするっていうのがあると思うんですけど、そのロスをその未知な画像に対して、まあ、これぐらい間違ってるって言いそうだなっていうのを予測してですね、その予測値に応じてアクティブラーニングをするというような、ことを、提唱しているものになります。で、これはですね、ロスを計算するだけなので、まあ、どんなロスでも結局何かしらの数値になるのでですね、そのどんな、例えば、クラシフィケーションのタスクでも、セグメンテーションのタスクでも、ディテクションのタスクでもですね、まあ、基本的には何かしらのロスの数値になるので、そういうタスク非依存でですね、この、なんていうんですかね、この枠組みっていうのは、なんていうんですかね、導入できますよっていうところが、論文に主張されています。で、今回、そのクラシフィケーションとリグレッションとそのハイブリッドな、タスクに対して評価して、まあ、どちらもいい性能でしたよっていうことを言ってました。はい、で、まあ、そもそもアクティブラーニングって何ですかっていうところなんですけど、まあ、ウィキペディアさん曰く、まあ、アクティブラーニングは、まあ、修学者が能動的に学習に取り組む学習法の総称であるっていうところで、まあ、よく何を言ってるかわからないと。まあ、とりあえずなんか能動的に学習するんですねっていう感じなんですけれども、で、まあ、ちょっとネットから分かりやすいものを引っ張ってきたんですけれども、まあ、いわゆるこういったその機械学習の中で、言われているアクティブラーニングっていうのは、まあ、正解なしのデータから、そのこの正解が分かれば性能が上がるかもっていうのを、まあ、ちょっと選んでいって、それを、まあ、なんていうんですかね、まあ、オラクルって言うんですか、まあ、人とか、なんかその、まあ、これってどうなんですかねってこう問い合わせて、それを、もう一回機械に取り入れて学習させてっていうループを回していくっていうような、枠組みになっているというふうに言っています。で、この論文では何がしたいのかっていうとですね、そういったアクティブラーニングっていう枠組みの中で、アンラベルドなデータから、その学習モデルをですね、効率的に頭を良くしたいと。なるべくアノテーションせずに、いいデータだけをピックして、アノテーションするっていうことをですね、やっていきたいというところが、問題設定としてあります。で、その中で、まあ、できる限り精度に寄与するデータのみをアノテーションしたいっていうんですけれども、まあ、そんなのが分かるんだったらですね、アノテーションしなくていいじゃんって話なんですけれども、まあ、そういったものをですね、こう予測するっていうことがですね、まあ、この中で重要になってくると。で、そのモデルにとって不確かなデータっていうものっていうのを、まあ、その新しくそのモデルの精度を上げるために、必要なものであろうっていうことを仮定する。いくつかなんかそのアクティブラーニングの中にもですね、種類があるんですけど、この、まあ、不確かなデータ、なんていうんですかね、モデル、なんかデータアンサーティンティみたいな感じで言うんですけれども、それを、の高いものを優先的にピックするっていう手法が一つあります。で、その不確かさっていうものが結構、まあ、いろいろ定義できるんですね。で、その中の定義の一つとして、今回、提唱しているものとしては、不確かさイコールロスっていうことにしてですね、それを活用して、なんていうんですかね、そのロスの高いものを定期的にアノテーションしていきましょうと。で、このロスって実際のところ教師データと、教師ラベルがあって初めて計算できるんですけれども、この論文ではですね、まあ、その未知のデータにアプライしたいんですね。なので、未知のデータを入れたときに、ロスこれぐらいじゃないかっていうのを、まあ、今までのデータから学習して出すっていう、この、ロスプレディクションモジュールっていうものをくっつけて、同時にですね、その実際のモデルを学習すること、学習して適用することで、まあ、効率的なデータ選択をするというような形になっています。という感じですね。はい、で、
まあ、この手法なんかごちゃごちゃ書いてあるけれども、実はそんな難しくはなくて、まあ、この、まあ、登場人物としては、このいわゆるターゲットモデルといわれるものですね、まあ、タスクを予測したいモデル。で、もう一つは、ロスプレディクションモジュールというところで、まあ、これはですね、まあ、具体的にはその、まあ、中間層からそのデータ、特徴量を引っ張ってきて、それから直接ロスを推測するものをくっつける。で、それを使うことによって、下、そのアンラベルドプールって書いてあるんですけど、これがもともとラベルついてないデータですね。ここから、ロスを計算して、ロスの高いものを、傾向を選んで、それをアノテーションして学習して、また学習したモデルに対して、これを計算してっていうところで、適応的にですね、そのアンラベルドデータをですね、どんどんラベリングしていくというような、ことをやっています。で、まあ、ちょっと詳しく説明するとどうなっているかというとですね、まずUN っていうのが、まあ、アンラベルドデータっていうところで、で、その中から、まあ、稽古サンプリングデータしますと。で、それをですね、まあ、神のオラクル様にですね、アノテーションしていただいて、で、学習すると。で、このさっきのターゲットドロスっていうのが、まあ、さっきのモデルですね。なんで、ここ、その稽古のデータでまず学習します。はい。で、そして、この、ロスを、この残りの N-K のデータのロスを予測して、ソーティングして、トップ K をサンプリングしますと。で、これをもう一回アノテーションして、もう一回学習して、どういうことを繰り返していくと。で、まあもちろんね、お金に限りがあるので、100万データを100、ね、全部するっていうのは難しいと思うので、こういったところで、例えば100万個あるうちの1万個だけピックしたいけれども、その中でもいいやつだけをピックしたいっていうことが、この枠組みによってできますよ、というような感じ。はい。で、まあ、ロスプレディクションモジュール、まあ、具体的にどんなものなんでしょうかっていうところなんですけれども、まあ、実際にですね、普通にモデルを何回も学習しないといけないので、なるべくそのシンプルで小さいモデルを目指したいというふうに書いてありました。なので、まあ、中間層から特徴量を持ってきて GAP するだけの簡単なモデルっていうのを構築しましたというのが、こんなふうに書いてありました。まあ、一応著者はですね、ディープなモデルも試したらしいですが、まあ、あんまり変わらなかったのでいいでしょうということを言ってました。で、次にロスを学習っていうところなんですけど、まあ、ナイーブにこのやろうとすると、まあ、ターゲットのロスをそのまま出すようなプレ、ね、教師データにすればいいと思うんですけれども、まあ、一般的にやっぱ数値データでリグレッションするんだったら MSE かなみたいなふうに思うんですが、まあ、それだとですね、うまくいきませんでしたということを言っています。で、これ、イタラティブにですね、学習していくので、基本そのロスがどんどんちっちゃくなっていって、そのちっちゃくなった範囲の中で、なんかこう、アバウトに出してくるようなモデルしか学習できなかったというふうに著者が言っていました。で、まあ、やりたいこととしては、まあ、これですよね。いわゆるターゲットプラス、まあ、そのロスプレディクションの、なんていうんですかね、損失を足して、まあ、いい感じに最適化すると。で、これをですね、解決するためにどうしたのかっていうと、この工夫ポイントとしては、その、ミニマッチ内のサンプルロスの代償比較問題っていうのを解いたっていうふうに言っています。で、これはどういったことかっていうと、まあ、実際そのバッチサイズの中にいくつかのサンプルが含まれてあるんですけれども、そのサンプルを、2つずつペアにして、まず、ペアにします。で、そのペアのロスの代償関係っていうのが実際に合ってるかどうかっていうものを、なんていうんですかね、比較して、それを、なんですかね、損失関数にするというようなところになります。で、ちょっとなんか分かりづらいと思うんですけれども、ここですね、実際のところ。新地って書いてあるけど、まあ、新地というか、その、これは、ターゲットモデルから出てきた、ロスの値ですね。で、ターゲットモデルから出てきたロスの値っていうものの、予測モデル、プレディクションなんちゃかモジュール、ロスプレディクションモジュールから出てきた値を使うんですけれども、まず、新値が、例えばその i と j っていうものがあって、i と j が、大きいっていうふうになったときに、じゃあ予測値が反転していない、予測の、値がですね、代償関係が反転していないかということを見るというようなイメージです。なので、新値と予測値が、代償関係がひっくり返っていればロスとして与えるし、ひっくり返ってないければ、まあ、無視しますよというような感じです。はい。あ、ここに書いてありますね。はい。そういった形なので、まあ、なんか難しそうに書いてあるけど、実際そういうひっくり返ってないかっていうのを見るだけですっていう形です。はい。で、まあ、先ほどのロスを、まあ、なんか数式で書き直すと、こんな感じになりますよっていうことを書いてありました。はい。
で、評価としては、先ほど言ったように、まあ、あのクラシフィケーションとリグレッションとハイブリッドっていうところで、まあ、この、3つのタスクに関して実験しました。でまずイメージクラシフィケーションなんですけど、まあ、シーファーを使って、なんか、何回か実験した平均値を記載しましたというところでですね、まあ、結果としてはこういうふうになっていて、この赤字の赤のラインがですね、その提案手法になります。でこれはですね、まあ、例えばその、まあ 3回目の試行とかでも結構その他の手法に比べて上回ってますよというようなことを言っています。でまあ、ちなみに他の手法はですね、ランダムサンプリングするっていうのと、あとなんかあのエントロピーを実際に、あのいわゆる推論したなんていうんですかね、エントロピーを実際に見るってやつと、あとちょっとこのコアセットっていうのは詳しく読んでないんですけど、あのなんか、なんていうんですかね、まあ、いい感じになんかその点、なんていうんですかね、サンプルのこう、なんていうんですかね、こう、サンプルの近くからサンプルし、なんていうんですかね、サンプルの近くからサンプルしないように等間隔でサンプルするような、手法があるというふうに先行研究で言っていて、まあ、そういったものを使ったものですね。はい、であとはですね、この赤の上の水色っていうんですかね、水色のやつが、その MSE を具体的に取れたやつなんですけど、まあ、MSE のやつだとやっぱりワークしてないよねっていうところが、言ってました。で次にディテクションの話ですね。ディテクションも、ディテクションは SSD を使ってるんですけど、SSD の場合はクラシフィケーションとそのバウンディングボックスのリグレッションの2つがあるので、まあ、このハイブリッド型での実験というのもやりましたと言っています。で、まあ、こっちの実験だとですね、まあ、最初の方はですね、他のコアセットミーンとかそっちの方がですね、精度がいいんですけれども、徐々に上がっていくっていう形で。あとはエントロピーベースだとですね、実際リグレッションタスクにそのままだと適用できないので、そういったところで、まあ、ちょっと他の設計とかをしないとうまく適用できないですよねっていうことを言っていました。はい、なので、まあ、提案書法は、まあ、ロスの数値だけしか見ないので、何かその、なんちゃかロスに対してのその設計にはならないので、いわゆる活用しやすいですよっていうことを言っていました。で、まあ、次に最後、フリーマンポーズエスティメーションっていうところで、まあ、これはあれですね、まあ、なんていうんですかね、MSE でリグレッションしましたっていうタスクを取りましたというところで、まあ、これは、まあ、なんか、最終的には、まあ、提案した方がいいけれども、まあ、ちょっとよくわからんねっていう感じですね。はい。で、その他ですね、まあ、実際にその、じゃあ、どのくらい有効性があるのかっていうのを、その、実際にその、ロス、本来のロスっていうものと予測したロスっていうものの相関関係を見たときに、なんていうんですかね、他の、なんだったか忘れたんですけど、このエントロピーベースとですね、エントロピーベースとの相関ですね、っていうのと、ロスの、相関ですね。なんで、こっちの右側が、そのエントロピーベースですね。エントロピー、実際にその、まあ、エントロピーが出てきたものに対して、まあ、エントロピーを予測するっていうものに対して、まあ、こっちの場合だと相関係数 0.45 だったけれども、ロスを予測するっていう問題にすると 0.68 でしたっていうことだと思います。で、そうすると提案手法のが相関係数が強くて、あれだよねっていう感じになったというふうになります。で、まあ、まとめると、そういう、まあ、ロスを予測するっていう、まあ、枠組みを導入することで、その質値の不確かさっていうのをまあ予測しましたと。で、これはタスク非依存でできるので、割とこう、活用幅が広いですよと。ただ、なんか複雑なタスクだとうまくいかないっていうふうになっているのは、まあ、やっぱりそもそも、なんていうんですかね、ロスが予測しづらいっていうところがですね、データ少ない中で学習するとあるのかなっていうところがあるので、まあ、なんていうんですかね、まあ、初期の方はワークしづらいっていうのはそういったところかなっていうふうな印象を受けています。はい。っていうところで終わり。で次に、まあそもそも働きたくない方の論文ですね。で、こちらですね、まあ、セルフスーパーバイズドフォースパーズセグメンテーションということでですね。はい、で、はい、この論文は何をしたいかっていうとですね、まあ、実際その、まあ、いわゆるオブジェクトカテゴリーですね、犬なら犬とか人なら人とかっていう、まあ、カテゴリーの中から、まあ、共通するようなパーツっていうものを、抜き出して、それをですね、まあ、アノテーションなしにですね、こうセグメンテーションしていきたいというようなタスクになります。はい、
で、一応この手法だとですね、既存のスーパーバイズドランドマークディテクションみたいなものと比較して、外観のバリエーションとかオクレージョンに対して眼見ですよというふうに言っています。で、またですね、このランドマークの個数っていうのが決められない物体に対しても適用可能ですという感じですね。はい。で、なんでこんなことをしたいのかっていうところなんですけど、まあ、物体を解析する上で、やっぱパーツ特徴量って重要ですよねと。で、ただですね、そのパーツセグメンテーションって、やっぱりマニュアルアノテーションするのつらいですと。というところで、まあ、同じような画像をボンって AI に入れたら、なんか同じようなところここですよっていうふうに教えてくれないかっていうのが、まあ、モチベーションですね。で、まあ、これの先行研究って、まあ、いくつかあってですね、例えばそのいわゆるこう CNN のフューチャーの狂犬みたいなものをですね、行列分解を使って出すっていうやつだったりとか、まあランドマークをですね、自動的に振るっていう、先ほどの、まあ、今これセグメンテーションですけど、それのランドマーク版みたいなものですね、っていうのもあります。で、まあ、今回の手法はどんなことをやっているかっていうところなんですけれども、まずですね、まあ、いわゆるこう、まあ、ヒートマップというか、なんていうんですかね、セグメンテーションのネットワークに近いものがアウトプットとして出ます。で、ここに対して、まあ、K 個のパーツマッププラスバックグラウンドっていうところで、K プラス1個が出力になる。で、この K はですね、まあ、任意の K なので、まあ、好きに、まあ、2個なら2個、5個なら5個、10個なら10個と決めてくれというような形になります。で、そこの K 個が出てくる、出力に対して、この3つのロスっていうものを書くと、アンスーパーバイズな、整理演習を活用することによって、アノテーションなしでですね、狂気表現っていうのを見つけていくというようなことになります。はい。で、まあ、まず1つ目のロスなんですけれども、まず、まあ、ジオメトリックコンセントレーションロスっていうところで、そのヒートマップ、いわゆる、その、なんていうんですかね、プロバビリティマップというか、コンフィデンスマップというか、そういうマップがですね、なるべくこう、1個の点を指すようにしたいっていう気持ちですね。なので、1個の、ヒートマップに対して、なんかバシャってこう広がるんじゃなくて、とある点に集中してですね、まあ、いわゆるこう、そのセグメンテーションみたいなものが出てほしいというところであります。で、ここのところで、まあ、計算しているのは、結局ですね、まあ、どっかセンターポイントみたいなものを、ですね、この、なんですかね、そのヒートマップの、その重み付けはみたいなもので、重心みたいなものを出して、その重心を、ですね、重心に、ヒートマップをかけて、それが、小さくなるような感じになるというふうな計算をしている。で、他の論文だと、まあ、このセンターが各マップにですね、作られるので、そのセンター同士が離れるようなロスっていうのを設計したりするんですけど、この論文ではそういったことはやってないので、もしかすると重なるかもしれないというような感じになっています。はい。で、次に、イクイバレンスロスっていうところでですね、まあ、これはですね、アペアレンスと構図に対して眼見になるようにロスを設計しているというところで、まあ、ちょっともう図で見たらわかるんですけれども、まあ、変換前と変換後のその出力っていうのが一緒になるように、一緒になるような、ロスっていうものを設計していますっていうだけですね。で、まあ、これが、ロスになるんですけれども、まあ、一つ目のやつは、その、まあ、いわゆるその、なんていうんですかね、その、レスポンスマップみたいなものの、変換、そのこれ、t っていうのが、レスポンスマップの変換で、r、あ、そうですね。で、r っていうのが元々のもので、r' っていうのは変換した画像を、なんていうんですかね、の出力っていうことになってます。で、これの、まあ、KL ダイバージェンスを測ることによって、セグメンテーション、いわゆるこう、マップ同士の、その、プロバビリティマップの近さっていうのを、まあ、一緒にしましょうっていうものになってます。で、二つ目のやつが、パーツセンターに対するものっていうところで、先ほど計算していた、その各、レスポンスマップの重心みたいなものが、同じ位置に変換前と変換後になるようにっていうものを計算している。で、いわゆるこう、キーポイントディテクションだと、まあ、下のロスだけでいいんですけれども、今回、まあ、パーツセグメンテーションなので、上の、ロスも入れましたっていうところで、で、かつ、その、この上のやつのロスが非常に重要だというふうに論文では言っていました。はい。で、次に3つ目のロスなんですけれども、まあ、セマンティックコンシステンシーロスっていうところでですね、
先ほどの変換だとですね、実際に人工的な変換ですよね。あのいわゆるアフィン変換とかですね、カラーのそのなんていうんですかね、変換とかっていうのをやって同じような形になってくださいっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、それだけの変換だけだと、まあ、異なるインスタンス同士の一貫性っていうのは、まあ、うまく保たれないので、まあ、この異なるインスタンス同士で作用するロスっていうのを設計したいというふうな、お気持ちがあります。で、これは先行研究でですね、そのプレトレインドモデルの特徴量を活用してですね、異なるその部分セグメントに対する与えられた部分特徴量において代表的な特徴クラスターを見つけることができるのであって、ちょっと読んじゃったんですけど、まあ、つまり何が言いたいかっていうとですね、まあ、こういうふうな形で、この下の先行研究だとですね、いくつか特徴を取ってきて、行列分解すると同じような特徴は狂気するよねっていうところで、こういうふうにできるっていうことがですね、っていうふうな研究があって、それをうまく応用し、そのアイディアをうまく応用しましたというようなイメージです。で、セマンティックコンシステンシーロスのところなんですけど、ここ主にですね、2つの、まあ、3つのですね、パーツからできています。まあ、主に2つなんだけど、1個ちょっとずるみたいなのがあるみたいな感じなんですね。で、1つはですね、ですね、この、セマンティックコンシステンシーロスっていうと、もう一つはオーソゴナルコンシステントっていうロスですね、っていうものがあります。で、1個目の、まあ、セマンティックコンシステンシーロスっていうところなんですけれども、これはですね、そのプレトレインドの特徴量っていうものをうまくその変換して、その特徴量を、この出てきた、なんていうんですかね、特徴量をかけるそのいくつかのグローバル特徴の和で表せないかっていうことを、計算あアイディアとして持っていて、それを計算している形になります。なのでちょっとすごくこれ多分パッと言って理解するの難しいかもしれないですけど、これがですね、ここのいわゆるこう、プレトレインドモデルから、ケースに引っ張ってきた特徴ですね。で、それに対してこのいくつかのこのですね、説明が難しいんですけど、このなんだっけ、セマンティックパートベース、いくつかのそのグローバルな、いくつかのパーツごとに対するなんていうんですかね、ベース特徴量みたいな、ベクターみたいなのが、あるっていうふうに仮定してるんですね。で、これをうまく学習したい。で、この、このいくつかのこの、ベーシスプラスこのなんていうんですかね。このレスポンスマップの線形和っていうものがうまくこれが、これに近づくようにするっていうことをやっています。すげえ説明がむずいな。なんかちょっと気持ちが重要なんですよ。まあ、つまり、なんかこう、なんていうんですかね、こう、イメージネットの特徴量ってなんかいい感じにこう、狂気特徴量を持って、どっかそのあたりのクラスターの中に、これらのその線形和で表せれるような何かがあるんじゃないかっていう気持ちを解いているというような感じですね。でただ、ですね、まあ、普通にやるとですね、なんか打ち消し、マイナスがついていると打ち消し合ってしまうことになるっていうところと、まあ、先行研究だとですね、ノンネガティブマトリックスファクトライゼーション、皮膚行列因子分解、はい、みたいなことをやっていて、とりあえずその、まあ、ゼロに何ですかね、足して打ち消し合わないように全部、まあ、レルをかけて、うまく全部足して線形和っていうので、この特徴が表されるようにっていう形で学習させているというような感じになります。で、次に、まあ、オーソノミナルコンストレイントっていうところで、さっき、その、まあ、グローバル何か特徴量みたいなのがパースごとにあるというようなところを仮定しているんですけれども、まあ、これは先ほどのところで学習するんですけど、ただ、そのパーツのベースベクターがですね、なるべく直方しておいてほしいっていう、やっぱこう気持ちになるじゃないですか。っていう気持ちを表したのがこれです。なので、各パーツ同士が、なんかそのバラバラの特徴を持っているようにしたいっていう、気持ちから、こういう、ロスを設計したというような感じになります。で、最後に、まず、なんですかね、セリエンシーコンストレイントっていうところで、実際にこの、なんていうんですかね、結構その同じようなところを取っていきたいって言ってるんですけども、背景も結構似たようなところばっかりになってしまうので、セグメンテーションやっちゃうと背景をバッて取ってきちゃうっていう問題があるので、いわゆるこう
物体らしさみたいなものをですね、あらかじめ抽出して、その先ほどのその特徴マップから、取り除いてしまえばいいというようなことをやっています。で、これは既存手法の、その、いわゆるこう、なんていうんですかね、サイレンシーディテクションみたいなものをやって、それを、それをマスクかけて、実際に先ほどの試写熱を学習しましたっていうだけです。でこれを実験した結果なんですけれども、セレブ A とか顔とかですね、鳥とか、パスカル VOC とかでやりましたっていうところですね。でこの辺が、実際自分たちが提唱した、アルゴリズムなんですけれども、ランドマーク A バリエーション他のやつでやったときに既存手法として良くなりましたよという感じですね。あとは他のそれぞれのですねロスを外したらどういうふうになるのかっていうのを実験しています。で、見たらいいっていうところで、訂正評価を見ましょうというところで、これがですね、実際に、提案手法のやつになるんですけれども、で、上がですね、いわゆる、行列分解を使って出したものです。これだと、やっぱりこの背景とかですね、かなり反応しているところがわかるっていう感じですね。あとは、この手法のそれぞれのロスっていうものを抜いたときの、実行結果みたいなこれで、やっぱりこうその一つ一つがですね、確かに抜くとそうなるよねっていう気持ちになるようなものになっているっていうのが、定性的にも分かりますよと。でこっちのこれが鳥のやつですね。こっちとかは多分極小回路に落ちちゃってるんで、全部なんか同じような形になってますと。けど、自分たちが提案してるやつだとうまくいきますよっていう形になってます。はい。で、まとめると同じカテゴリーからうまくセルフスーパーバイズに、パーツセグメンテーションできましたっていうところと、これ先ほどの既存手法っていうのがあったんですけど、既存手法のやつだと、行列分解になってしまうので、一回その特徴量をバーって出してそれを行列分解するっていうことをしないといけないので、スケールじゃないよというふうに言っています。なので、こっちの手法だと、ディープラーニングだしいいやろっていうことで、いろいろロスもくっつけられるし、いろいろ考えたアイディアをいっぱい出せますよっていうところを言っておりました。でもちょっと時間がないので、最後こう1個だけチラ紹介しますけれども、このタイトルがね、マジでやばいんですよ。ジェネラルアンドアダプティブロバーストロスファンクション、しかも単調、どうすかこれやばいです。でこの、はい、これ提案、俺が考えた最強のロスの関数の提案で、これが提案書っていう、そういう感じなんで、すごく皆さん気になると思うので、ぜひですね、YouTube でですね、非常にかっこいいですね、動画が見れるので、インターネットがあれですけれども、ぜひですね、これ概要すると L1 とか L2 とかなんかフーバーロスとかいろいろあるんですけれども、それを全部パラメトライズしちゃって、そのどれをどれくらい掛け合わせるかっていうのを、パラメータで求めちゃいましょうっていう研究です。で、そういうのを例えば L1 とか L2 とか頑張ってやるよりも、俺がやったやつの方がいいし、これがやったやつの方がいいよっていうことを言ってるので、ぜひこれの YouTube を見てください。すごく数字なんですかね、グラフがぬるぬるしています。はい。ということで、ご清聴ありがとうございました。じゃあ、何か質問がある人は。はい、どうぞ。ああ、そうか。ご発表ありがとうございました。一番最初の、アクティブラーニングの部分について、ちょっと2点ほどご質問させていただきたいんですけれども、まず1点目がですね、アクティブラーニングの枠組みとして、最初に、ガイリズムが挙げられたと思うんですけど、一番最初の、ラベルを与えるところっていうのはランダムに与えていて、でその、ランダムに与えたラベルを使って学習したモデルを使って、ロスを計算して、そのロスから、ラベルを選ぶ、ラベルをつけるリケートを選ぶという流れでやってます。はい、ですね、それでいくと、それでいくと、ランダムなデータを学習することはしないんですね。なので、ここのところも最初に結構サンプリングして、一回アノテーションして学習してるんですね。ここからスタートみたいなイメージですね。その場合って、例えば、データに対して 10% を、ラベルをつけたいですというような、はい、ときに、その、LK0 っていうのは、その、10%、はい、そこから 10% というのは。そうですね。で、ここのところでいくと、例えば、最大 10% でもいい
10% つけたいというところであれば、その 10% のうちトップ K を取ってきて、10% というのであれば、例えば、100万枚アノテーションしたいという中の10万枚というのをアノテーション、100万枚あるけれども、10万枚最終的に欲しいとなったときは、例えば K を5000とかにして、5000を何回、5000アノテーションして学習して、5000アノテーションして学習してっていうのを繰り返していくと。一度に、10% っていうわけではないです。まあ、一度に 10% もできるけど、そうすると、まあ、結局 100% データをアノテーションしたいのであれば、それでもいいっていう感じですね。K はだから任意というか、自分で、はい、決めれるっていう形です。もう一点なんですけど、評価していくところの点で、ラベルつけたデータを学習するんですけど、ラベルをつけないデータに関しては特に学習には使っていない、使ってないですね。この場合は実際ラベルがすべて基地っていう前提なので、実際にアノテーションを行ってないんですけれども、この場合だと例えばその中から1000個サンプリングして学習させるので、ほぼまあみんな一緒の値になるんですね。でここから先が、変わってくるところで、このいわゆる先ほどの手法を使って、その全てのデータから、なんですかね、ロスを計算して、ロスが高いものをプラス1000学習すると。そうすることによって、どんどん差が出てくるっていうイメージですね。ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますか。最後のこと関することなんですけど、まあ、ちょっとした確認なんですけど、最後の RP のは、L1 とか L2 とかを含む広い、サブクラスとして含む広いクラスのコスト関数を考えたっていう。そうですね。はい。イメージとしてはそんな感じです。アルファとかって人間は結局自分で決めないと。いや、アルファは、これをですね、SGD とかそういうので再利用します。じゃあ、コスト関数を決めるためのコスト関数みたいなのがいるんですか？コスト関数を決めるとですね、そこのところですね、僕めっちゃ詳しくは読んでないんですけれども、それは例えば SGD で決めるとすると、はい、そのスループに対してまた別のなんかコスト関数みたいなのを定義させていない気がするんですよ。はいはいはい。コスト関数のパラメータを決めるためのコスト関数をまた考えて。みんなのですね、それも、このアルファをどうするかっていうのは、一応この論文の中で確かモデリングしてあったりします。僕もちょっとそんな詳しく読んでないんですけど、なので、基本、これもなんかそのいわゆるバリアブルになっていて、そこを決めなくていいっていう状態ですね。他にそうなるか。セグメンテーションの話なんですけど、ちょっと評価の中セレブデータセットみたいなところ。はいはい。ありがとうございます。次の訂正評価なんですけど、はい、既存手法が結構背景掴んじゃってるっていうので、はい、これサレンシーマスクとかで背景抜いけばこれってうまくいったりするもん。うまくいく気はしますけどね。なんか、まあ、ちょっとずるい感じの比較ではあります。はい、なんで、ちょっと、それどうなんっていうのは、正直なところではありますね。ありがとうございます。はい、あと、例えば、これの評価で、一番下の提案手法の話とかって、はい、なんとなく大きさが、ごめんなさい、また絵の方これですか、はい、例えば、鼻のところが、左下とかですか、鼻のところが白くとかっていうのが、はい、なんとなく大きさ揃ってるっていうの、これはなんか、ですね、その辺は確か評価してなかった気がしますので、あ、いや、強いて言うなら、正確に言うと、この特徴量を使って、はい、ランドマークエバリエーションみたいなものをしてて、で、この特徴量をうまく使うことによって、はい、これでぐらいのエラー率になってますよっていうのが、一応この評価になってます。なるほど、はい。ありがとうございます。はい、他にありますか。じゃなければ、こちらで。はい。発表終了したいと思います。どうもありがとうございました。